ドーハジオンライン祭り7時間目は龍井先生のバズ飯教室。イエーイ。上がるぜ。どうも料理のりさん、龍井です。そしてはい、どうもテレビ朝日新人アナウンサーの渡辺瑠美です。そしてどうも芝居のお兄さん、良平です。良平さん、はい、良平さん。いやーすごい、なんかここに並んでるっていうのがね、でもね、良平さんすごくね、料理をねやってみたかったんですよね。本当ですか。本当です。だってね、良平さんと飲んで話したりすると、もう本当ね、出てくる単語がね、もうね、料理やってる人のそれなんだよ。いや本当に、いやいや、怖いわ。今日ね、そうだから今日は良平さんに下手なもん食べさせらんないと思いまして、今日はですね、なんと未公開の至高シリーズ、はい、なんとここに持ってきちゃいました。はい、良平さんに食べさ自分とこでやらないの。良平さんに食べてもらいたいから。いやー、至高シリーズはガチなやつですもんね。ガチでやらせていただこうと思います。本当に、はい、本日はよろしくお願いします。ここで簡単に木村良平さんのプロフィールをご紹介させていただきます。はい、木村さんは黒子のバスケの紀勢良太役をはじめ、銀のさじ、シルバースプーンの八軒優吾役など、人気作品のキャラクターを多く演じている大人気声優さんでいらっしゃいます。しかも料理がお得意なんですよね。いや、ちょっとね、2人だったら、2人のトークだったら、お、結構やるんですよって言えるんだけど、はい、ここにちょっと、いや美味しいもの作るマンがいるんですよ。いや、だって良平さん自宅でジェノベーゼ作るんですよ。もうね、そんな声優さんいますか。だってね、本当に、お二人のご関係はもう飲み友達。飲み友達。飲み友達。はい、このお酒美味しいよとかっていうのを。あと、なんかお互いよく見てますって言い合ってる。あ、そうなんです、そうなんです。はい、僕もゲームやってて、あ、そう、この間良平さんに、良平さん、このゲームめっちゃ良かったですみたいなのを送って、良平さんも作ったよ、美味しかったよっていう、そんな、はい、至高シリーズ、本当もやったことなかったらやって。いや、確かに普段出してるやつよりはちょっと手間がかかったりとか、ちょっと食材がね複雑だったりとかするんですよ、はい、普段のやつよりは。でもマジでうまいから、至高シリーズ。ありがとうございます。どうかな、ね、もうみんな至高シリーズ飛んじゃうから、もうここにいてもらわなきゃいけないの。そうです。でも今日はですね、良平さんと一緒に作るのは、至高のスープカレー。スープカレー、はい、これはですね、どこにも出してないです。はい、もう秘蔵のレシピなんですけども、今回はこれを作っていきたいと思います。で、良平さんからですね、旬の食材を使ったと、リクエストがありましたので、今回は秋野菜を乗せたですね、スープカレーに仕上げていきたいと思います。はい、はい、木村さんはちなみにスープカレー作ったことないですね。カレー自体あんまり作らなくて、作っても本当になんかレトルトにちょっとスパイス混ぜて、それっぽくするぐらいの、なんかですね、今回は、もうルー全く使いません。うえ、一から憧れる、はい、一から生放送でこんなのできるのかと、はい、もう、ということで、やっていきたいなと思うんですけども、はい、お二人ともよろしくお願いします。はい、はい、そしてご覧の皆さん、ハッシュタグドーハジ祭りでどんどんツイートをお願いします。公式ツイッターをフォローしてツイートしてくれた方の中から抽選で100名の方にAmazonギフト券のプレゼントが100名、あ、ごめんなさい、この配信中にチャンネル登録者数が1万人以上増えたら、ギフト券1000円分をプレゼントしているものがさらに100名から500名に増えます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。画面下のボタンを押すと登録できます。お願いします。お願いします。はい、はい、ということで、はい、時間もカツカツだと思いますので、早速やっていきたいと思います。はい、良平さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕もやるんですか。やります。はい、もちろんです。もちろんです。え、僕なんかあそこの偉い人に、はい、カレー食べながらお酒飲むだけでいいって言われてたんですけど、それだったらよかったんですけど、今日はやってもらいます。わかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。良平さんのやってるとこ見れるっていうね。すごいチャンネルでございます、こちら。はい、じゃあまずはですね、鶏肉、はい、はい、これはですね、鶏もも肉 と、手羽元2種類、はい、2種類、今回は、使います。はい、でこちらにですね、塩コショウをまずしていきます。塩コショウする、はい、塩コショウ、あ、材料からやってるか、ごめんなさいね。一部でも飛ばしてましたからね、はい、材料の紹介から。いつもね、やったりやんなかったりするんですね。はい、じゃあ材料紹介いきます。はい、はい、鶏もも肉 300g、あと手羽元が4本ですね、はい、あとお野菜です。にんにく 15g、生姜 15g、 玉ねぎ、1個、250g ですね。あとトマトがホールトマトでもカットトマトでもいいです。半缶分使います。あとバターが 40g、
はい、あとはお好きな野菜、今回はねキノコ、ピーマン、パプリカ、かぼちゃ、ナス、はい、これ全部用意してあります。はい、そして、調味料ですね、こちらが、オリーブオイル大さじ3杯、あとハーブソルト、これね適量です。はい、ちょっと多めに用意しておいてください。あと、カレー粉が大さじ1杯、あと、さっき僕が忘れてたんですけども、さっき買ってきてもらった、コンソメ、はい、これ大さじ1、ちょっとこれ、様子見ながら加えていきます。はい、であと、塩コショウですね、あとお水が600cc、はい、あと、まあ、コショウとかパセリとかです。言えてます、言えてます。 OK ですか？大丈夫、大丈夫ですか？俺が昼にチラッと見た時より全然滑舌が戻ってて見てくれたんだ。あの時7割ぐらいなんて言ってるか分からなかった本当ですか？本当にね、もうちょっと入っちゃってた、入っちゃってたからね。はい、はい、じゃあ、まずやっていきたいと思います。これね、ごめんなさい、最初に肉炒めちゃおうと思います。はい、時間も違うので、はいはい、じゃあ塩コショウを、はい、軽く振っていただいて、はい、これでですね、フライパンに火をつけます。これどっちを見るのかな、はい、こっち、はい、でオリーブオイル、を引いていただいて、いっちゃっていい、あ、いっちゃいましょういっちゃいましょうこれ、はい、はい、で、この、鶏肉を全部今焼いちゃいます。お、はい、これ切ってありますんでこのまま、はい、これでね、焼いている間に野菜を切ったり時短になる。なるほど、はい、そうこれお二人とも当たり前にやってますけど、皮側をこう下にするんですね。そうですよね、さすがです。言ってくれないとそれもうもうだってもんだと思ったいや、さすがです、本当に、はい、皮側から、はい、はい、でこれはちょっと、皮を炒めて、なんだこう香ばしさを出すんですよ、うん、はい香ばしさを出していきます。はい、はい、大丈夫チェックが、はい、ちょっと強めの中火ぐらいな感じですね。はい、大丈夫です。はい、すぐ終わっちゃう。そしたら、この玉ねぎと、玉ねぎと生姜とニンニク、じゃあニンニクと生姜からいきましょうか。はい、はい、これを、焼いている間にみじん切りに、みじん切り、はい、なんかこう、あ、僕はこの、こういうやつ、あのあれだ、まとめてガッといけるやつだ、はい、そうなんですよ。やっぱね、テクニックがね。木村さんはまた違うやり方で、僕はあの地味なやつです地味なやつです。いや真ん中のよく焦げやすい部分を取って、そうですね、普通に切るだけの、そうですね、なんかちょっと綺麗にみじんになってないやつが好きなんですよね、うん、あー、なるほど、粗みじんみたいな感じですか？粗みじんみたいな感じ。そうなんか食べた時にこうちょっと楽しいみたいなのあるじゃないですか。あ、確かに。なんか良平さんはねスキルが高いのでもう信用しきっちゃってる。ねえ、やめようよ味方じゃないの？いや味方ですよ。もう僕は何があっても良平さんの味方ですよ、本当に。たまに料理配信とかもしてるじゃないですか。あ、そうですね。そうですよね。もうあれも本当にこういう感じで手取り足取り、はい、いや全部食材とか出してもらって、いつもこういう環境で料理したいなって本当に思う。いつもご自身自宅で、自宅でも、ね、もう、まあ、そんなしょっちゅうはやんないですよ。ね、コメント入ってきてるのでご紹介していきますね。はい。リュウジさんと並行してやっていくのドキドキしそうっていうコメントあるんですけど、ねえ、やめてよ、意識しちゃうからやっぱちょっとドキドキ、敵ばっか今ここにいるのはただの酒飲みの友達あ、そういうこと、良平さん、今日も可愛いというコメントありがとう良平さんのエプロン姿ですよ、皆さんそろそろ40も見えてきたが、ありがとう。いや、やばいな、良平くんも龍二さんも両方好きだから楽しすぎるっていうコメント。ありがとうございます、僕らの共通点はいいものを作るってことですからね。そうなんです、本当に、ね、お二人のファンにとってはたまらないですね。そうなんですよ、良平、はい、さんも美味しいもの知ってるんですよ、僕ね、なんかイタリアンの話結構しますもんね。そうですね、なんかオリーブオイルとかなんかそういうの好きなんですよね、だから至高のペペロンチーノ、はい、あれは前の前にも言ったけど、はい、あれはね良くないですよ、本当にあれ本当にありがとうございます、本当にアヒージョの翌日残り油であれやるそ
そうなんですよ。もうかなり自炊されてる方のね、あのあれなんでね。あ、そうです、あの途中でひっくり返してください、はい、だから、はい、言ってくれないと、はいはい、途中でひっくり返してください、はい、ちょっと信用しきっちゃって、言ってくれていいんだよ、はい、あ、すみません、はい、言ってくれて失礼しました、失礼しました。本当に料理初心者なんですか？まあ私はそうですね。さっきね、もんじゃ作ってもらったんですけど、はい、でもね、全然できたもんね。はい、あのレシピが簡単で本当に。そう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 、あー、なるほど。で、今回は、さっきのもんじゃの3倍難しいです。おかしいなぁ。オファー受けた時はこういうんじゃなかったと思うんだけど。で、まあ細かいみじん切り、あのこれね、一緒にしちゃって大丈夫です。ニンニクと生姜、はい、はい、なるほど、大丈夫です。すごくあの木村さんのエプロン姿に対してコメントがたくさん来てますね。あ、本当ですか？そうね、はい、普段やってる時俺サロンなんですよ、あの他のチャンネルで自分がやってる時。そうなんですか、ね、だからこうエプロンってちょっとひょっとしたら、いつもはさ、スタイリストさんが用意してる衣装だから別に汚しちゃっていいやと思うけど、私服だから。エプロン姿可愛いでコメントが溢れていて、ちょっとありがとうございます。すごいですね、やっぱ人気がね、すごいですね。本当に甘やかしていただいて嬉しいです。多分もう同時接続数も多いんじゃないですか。玉ねぎを、はい、あ、じゃあそんな感じで大丈夫です。はい、じゃあ玉ねぎをどんどん進んでいくから、はい、切りましょう。すみません、僕が焦ってる。気にするとこ多くてごめんなさい。すみません、俺のことは子供だと思ってください。大丈夫、大丈夫、大丈夫です。はい、じゃあ、これは、これもみじん切りで。これもみじん切り、はい、玉ねぎもみじん切りをしていく。はい、はい、わぁ、すごい。早っ。いやいやいや、全然ちょっと慣れてないお嬢なんだよね。よかった、なんかさ、始まる前にあそこにお酒隠してあったの見たからさ、飲もうかと思ってたんだけど。いや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 、特殊な訓練受けてないっすか？まあ、ちょっとね、後のお楽しみということで、はい。陽平さん、お酒好きですもんね。好きっすね、ほんとに。そう、この間、あの、僕のおすすめのジンを、そう、あれ、持ってて、うまいんだよ、ほんとに。したらね、すごいんですよ、陽平さん知ってたんですよね、もうね。そう、あ、うまいよねって言った時に、あ、知ってるの持って行っちゃったみたいな。で、今日はあの陽平さんからラムをもらって。そう、あれ美味しいんで。僕の知らないラムだったから、ちょっと、あ、酒飲みランクがすごいなと。すごい、本当に本当に仲がいいんですね、お二人。いや本当に、でも、まあ、僕はもう本当にリスペクトしてるんで、もう酒と食は共通言語です。そうなんですね。普段どんなお話されてるんですか、お二人？そうですね、まあ、でも料理の話すごい、料理とお酒の話すっごい多いですよね。そうですね、なんかやっぱりレシピ出してくださってるから、あれ作りましたよとか、なんかあんまり宣伝しないですよ、この人。俺のチャンネル来てくれた時も、はい、あの新しく作ったサイトとか宣伝してもらっていいですか？むしろ、あ、そう、ね、バズレシコムっていうね、あれそう、あれ無料でサイト全部レシピ見れるって尋常じゃないですよ、だって。いや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 、本当にありがとうございます。もうそれもう良平さんが言ってくれて、あ、そんなのもあったと思って。それで、自分で宣伝するっていうね、本当にもうありがとうございます。良平さんの方が見てくれてるっていう。でも本当にリュウジ君と話してると、あ、この人本当に料理好きなんだっていうのは。 ありがとうございます、ね、ラジオ出していただいた時にね。そう、すごい、もうあのめちゃめちゃ喋っちゃってる。そう、だから簡単なの作るんだなって。あ、そうですね、料理苦手な人も料理してほしいから。そういうことよ、はい、してください。はい、頑張ります。ちょっともう手元が本当にみじん切りが綺麗で。いやいや、コメントでもいただいてるんですけど、はい、もうリュウジさんの玉ねぎの切り方が早すぎてさすがすぎるっていう。いやいやいや、全然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 。でもここから見てて、実は木村さんも何も言わないんですけど、はい、めちゃめちゃ綺麗にみじん切りしてるんですよ。いやいやいや、静かに淡々と。も俺も極力フライパンで隠したいなって。いや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 、大丈夫。普段からやってるのが、もう料理、手さばきが伝わりますね。もう良平さんはね、あの、ご自身でね、かなりできるんだよね。うん、イタリアンが好きですよ、やっぱり。そんなことないですか？どれか一つって言われたらそうっすね。あ、そうですよね。なんか、考えるのめんどくさい時はオリーブオイルで何か作るみたいな。そうそうそう、とりあえず料理を作っときゃ美味しいみたいな。雑な。そうね。じゃないとね、ジェノベーゼ家で作んないよね。ジェノベーゼ作んないっすかね。作んないっすよ。作んないですよ。ですよ、うん、あんな作んない。だって作んない作んない、ミキサーがあれば混ぜるだけですよ。そうですね、うん、昔ミキサー持ってなくて、若い頃、お金ない頃、こうやって
すり鉢で。いやでもジェノベーゼはそれが本当の作り方。超大変ですあれね。本当の作り方なんですよ。ありがとうございます。はい。しれっと映ってますが、次の工程に行くときは、はい、木村さんに。じゃあ、鶏肉をちょっとね表面が焦げたら大丈夫なんで。いい色になってきた。はい、いい色になってきた。はい。あ、もうじゃあその感じで取り出しちゃって大丈夫。取り出しちゃっていい。はい、取り出しちゃいましょう。あ、本当ですか。はい。そう、皮目がいい感じにパリッとなったんで。はい。一回ね取り出しましょう。完全に火が通ってなくて大丈夫。大丈夫です。後で煮ていくんで。そうですね。はい、そっかそっか。皮がパリッとなったら取り出す感じなんですね。これでですね、この油にですね、非常にいい鶏のこう香りと旨味がね、はい、出てくるんですよこれ。そういうことなんですね。そうなんです。ゆじ君のなんかレシピとか動画の分かりやすいところって、はい、どれが旨味か結構言ってくれるじゃないですか。あ、言いますね。これのここが旨味なんですよって言われると、あ、確かにってなって、良平さんがすっごい見てくれてて、もう本当もうね、もうニヤニヤしてましたね。本当に助かる。ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあ、この、なんだ、ニンニクと生姜から、はい、ちょっと炒めていきましょう。今使った油を使って炒める。そうです、はい。はい、鶏の、まあ、こう鶏油っていうんですけど、鶏の油って鶏油もね、オリーブオイルと一緒にこうありますので、これでこの香り高い、油で炒めていきます。なるほど。あ、チェックが、これね、ちょっとね、強めの火でやってます。はい、陽平さんなら強火で大丈夫だろうと。いや、マジ本当怖いですよ。はい、強火なんですけど決して焦がさないような感じで。はいはいはい、わかりました。すみません、もうこんなん言えんの、もう本当良平さんしかいない。はい、ね、なんで一緒に作ったことないのに、はい、その俺の料理スケールの信頼なんだ。いや僕はもう話してたら分かりますよ。怖いわ。はい、こんな感じでね。あ、いい香りがしてきますね。はい、香りがね、こうニンニクと生姜の香りもポイントですので。はい、あ、いい匂い。なんかもう美味しそうっていうコメント来てるんですけど。わかる、匂いまでね。YouTube を届けられるようになったらいいよね。そして、はい、香りが出てくるので、はい、そしたらもう玉ねぎも投入しちゃいましょう。はい、はい、ちょい柴犬色で。そうです。そう、ありがとう。ちょいちょい視聴者アピールしてくれ、かなり見てもらって、はい、ありがとうございます。なかなかいないです。いや、そんなことないです。いやいや、なかなかそこまで見てもらったらいいね。ありがとうございます。あー、いいですね。吸って絡んで。そうなんです、そうなんです。油がもうなくなっちゃいましたもんね。はい、でこれが、ね、玉ねぎ吸収されていくんですね、油が。はい、わー。で、カレーって大体飴色に、炒めるとか、言うんですけども、今回はね、飴色に炒めないです。ありがとうございます。はい、透き通るぐらいで。これ飴色にするとそれで生放送終わっちゃうので。そうですね。はい、僕はもう良平さんと試食の時に飲みたくてしょうがない。それのためにものすごく頑張っております。あれ、これ終わったら今日のリュウジ君の出番は終わりですか。そうですね。あ、はい、飲めちゃう。はい、もう好きに飲めちゃう。もう全然どうやっても大丈夫。あんまシラ君とか見たことないんだよな。初めて会った時だってベロップロだったんだから。なんか俺紹介してくれるって言って行ったのよ、そのお店に。紹介してくれるって言われたから行ったのに、はい、寝てたからね。あれ、リュウジさん今奥で寝てるんで、でそのうち起きてくると思うんで。ほんますいません、本当それは本当に。ここでですね、視聴者数が4000人を突破してます。いいす、ね、4000人突破したのは初めてです。今日初めて。今日一番多いですか、良平さんパワーが。嬉しいですね。すごい、本当にエプロン姿が良かったんですかね。そうですね。いや、これは試行シリーズでしょう。いやいや、エプロン姿だな。いや、お二人の仲の良さが見ててニヤニヤするっていうコメントもありますし。ちょっと、はい、大丈夫ですか。あらそんなんあります。ナスじゃないんですよ、皆さん。ナスじゃないんです。トング壊れました。生放送ですね。生放送、これがあるから面白いですね。面白い。いいわ。ありがとうな。もうスタッフさんがトング探してますもん、もう。トング探してます、本当に。うん、まあまあまあ、箸で。いいよ、別に大丈夫だよ。はい、大丈夫ですか。そしたらですね、もう結構玉ねぎ透き通ったと思うんですけど。そうですね。はい、そしたらですね、この玉ねぎじゃなくて、トマトね。はい、そう、トマト。トマトを入れます。はい。で、これも。
もう崩したホールトマトですね。なのでこれも合わせてやっちゃいます、カレーでトマト入れるって私みたいな料理初心者からするとちょっとあんまり想像つかないんですけど、ね、これね実はねインドカレーがベースなんですよね。あ、はい、インドカレーがベースで、それをスープカレーに仕上げたっていうものになりますので、はい、なのでトマトを炒めて、で、インドカレーは玉ねぎを飴色にしない作り方もあるんですよ、はい、なので今回は透き通ったまんまで、それは食感を残して、そうです、食感を残す感じで、はい、あとたもう玉ねぎのフレッシュさを生かすっていうやり方ですね、はい、トングの先取れるの初めて見たっていうコメントですね。なかなか見れません。すごい持ってるな両平さん、やっぱ持ってます。この中に敵がいるって感じ。ガラス仕込みじゃないです。仕込みじゃないですね。いいですね。でこれこの後どうするんだっけ。ああはいはい、じゃあ両平さん、カレー粉と、はいはい、もしかしてバターですか。はい、カレー粉と、はい、バターめちゃめちゃわかるじゃないですか。、はい、カレー粉、はいはい、入れちゃいます。でバター入れちゃう、はい、これも入れちゃいます。おー、美味しいものしか入ってない、このカレー。さっき食材として鶏もも肉と手羽元がありましたけど、2種類使う理由っていうのはあるんですか？あ、これはですね、お肉は具材として、食べるんですけども、手羽元は骨付きなので骨の周りの肉ってすごいいい出汁が出るんですよ。あ、そうなんです。これね実は意外とね理由があるんで、これ。あ、そうなんですね、はい、なので、煮込んでる間にこの手羽元からいいスープが出ますので、うんうん、それの味も加味して、入れるって感じですね。はい、そうすると、炒めていくと、カレー粉って炒めるとすごくいい香りがしてくるので、うんうん、そしたら OK ですね、はいはい、じゃあ お肉を戻します。どこ行った？あ、ここ行った、はい、お肉をここに戻します。お肉戻します。うわー、油も素敵です。僕、良平さんの鍋の中をあんまり見てない。見て見て、うん、自分のいいから安心しきっちゃってるっていう。、はい、いやでもそこがさ、やっぱりさ、料理研究家の方なんだなと思う。なんか自分だったらご飯作るときに、はい、今日食材何入れようかな、お肉入れたいな、鶏肉入れようまではいくけど、うんうん、こっちで旨味出してこっち具材にしてって思わないじゃん。あ、まあまあまあ、そこはまあそこでやっぱり一段上をやってくれるのが、やっぱレシピを見る価値があるところっていうか。ありがとうございます、本当に。なんかファンですね、本当に。そうです、うん、木村さんは本当に、ただ本当に恐縮です。もう震えちゃってる、もう震えちゃってる。それはある中年。お酒なんか足りてない。じゃあお水を、はい、はい、お水を、はい、500cc 入れます。はい、水を、はい、600ですね、600cc ですね。600でしたね、はい、600、あ、600だからこれもあるんですね、これも。はい、あー、そういうことか、なるほど、はい、500の500と100、はいはい、でここに、コンソメですね、はい、お、これコンソメをちょっと、ね、スープカレーなんで少し味付けたいので、はい、全部いっちゃいましょう、はい、あ、なんかいいカレーな感じが出てきましたね。これでね、はい、これで、ちょっと煮込んで、煮込む、いきます、はい、まあ、10分ぐらいかな、強火で大丈夫です、はい、じゃあ強火だってよ、頑張ってくれ。これをよし、ちょっと、ちなみに今入れたコンソメの量ってどれくらいだったんですか？コンソメね、大さじ1入れました。大さじ1、大さじ1、はい、はい、僕がちょっとレシピに書き忘れてたから、うん、さっきね、急いで買ってきてもらってスタッフさんが走ってましたね。すいません、スタッフさん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、でこの間にですね、うん、煮込んでる間に、うん、お野菜を用意します。はい、はい、上にトッピングする野菜ですね。これは別鍋で、炒める感じです。はい、はい、そしたら、火かけて、でオリーブオイルを、適量ですね。はい、はい、もうさーっと入れて、うん、はい、適量ね、適量、はい、最初の頃困ったな、料理始めた頃。適量すぐ言うでしょ、あの人たち。少々とかね。もうね、適量ね。あとお母さんね、はい、お母さんもなんか、はい、うん、ちょっと入れて、ちょっと、なんか少々とかね。そう、少々とか、ね、
よく言うんですよね、お母さんたち言いますね。はい、そしてフライパン温めたら、今回はですね、お野菜の方は、まあ、3種のこうピーマン、パプリカと、あと、秋ということで舞茸、はい、はい、これ柔らかいんでね。であと、茄子はね、茄子とかぼちゃちょっと火通してあります、うん、はい、これ温めるだけで大丈夫です、はい、ということで、最初にピーマンとパプリカ、はい、お、あ、そのままいっちゃう、皮目から、はい、ありがたい、大きいまま、結構大きいですよね、大きいですよね、まあ、後でね、スプーンで切れますんで、おお、はい、煮込んじゃうから、そうなんです、はい、でじわっと炒めていきます、ここまで来たらもうほぼ完成になります。喉乾きましたね、はい、喉乾きましたね、本当の良平さんが使ったもの全部まとめてるところとか生活感出て好きってコメントが来てます。あ、本当だ。ちょっと待ってください。これはね、僕、俺本当は今洗い物したいんですよ、はい、そうですね、タイミングで、そうですよね。あとここ拭きたいですね、すごい、僕より綺麗、キッチンが綺麗っていう、これは ありがとうございます。日常が出ちゃってる、本当に普段やってる方ですよね、本当に日常が、喉乾いたなって言ってノンアルをいただけるとは思いません。そうなんですよ。ちゃんとしてんな、はい、後でのね、まあ、僕は YouTube だとね、飲んじゃってくれるからね。今回は食べると、だいたい喋ってる感じで今日何本目ぐらいだなっていうのが見えてくるよ、ね、あ、ほらさっき言ってた。良平さんがソムリエなんですよね、アルコールソムリエ。僕が何本飲んでるか分かるっていう。ありがとうございます、本当にもう恐縮でございます。本当に切るのめんどくせえとか言い始めるの。ありがとうございます。本当に火弱いかな、うん、結構、お、うん、そうですね、炒めて、うん、ピーマンがね、一番ちょっとこう炒めないとあれなんで、まあ、あとは一回ちょっと強く、うん、そうですね、ちょっと強めにした方がいいかもしれない、うん、あとは、まあ、じゃあもう舞茸も入れちゃいましょう、入れちゃおう、はい、入れちゃいましょう、ちぎらず、ちぎらず、まあ、ちぎってもお好みで大丈夫、はい、はい、あと、もうこうかぼちゃと、もうナスも入れちゃいましょう、こんな感じで、手で、はい、熱っ。なんかお酒についてのコメントが多くて、はい、まあ、お酒を飲みたいアピールがすごいなとコメントが、いやいや、ね、僕と良平さんといったらお酒なので、やっぱ、うん、あんま飲まないと具合悪くなっちゃいます。飲まない方が具合が悪くなるんですね。視聴者の方も期待しているようで、そうですね、本当どうせあれだろ、私もう飲んで先にやっちゃってますみたいな人多いんでしょ。飲みながら見てますっていう人結構いそうですね。いそうですね、ですね、はい、お二人が飲み始めた時に一緒に飲み始めるって方も、はい、あ、本当ですか、えらい、まあ、いるかもしれないですね、えらい、これは、はい、まあ、ライブってそれがいいですよね、うん、そう、ライブは一緒にね、まあ、一緒にみんなとこう共有、時間を共有しながらやれるっていうのが、で自分で俺ゲーム実況やってるんですけど、はい、それをライブ配信するときは必ず頭に一回乾杯するんですよ、うん、ああ、いいですね、みんなで、それが楽しい、ありがとうございます。アピールはもうちょっとだな、アピールちょっと強くするか。あとですね、今日の良平さん、はい、文化祭の裏方してそうっていうコメントどういうことなの、どういうどういうことなの、つなぎっぽいってことですか、ですか ね、そういうことなんですかね、どういうことですかね、文化祭してえな、良平さんね、僕の2個上なんですけども、あ、そうなんですか、そうそうそう、僕34だから、そうですよね、だからなんか、そう、俺はネズミなんで、うん、話しても若いね、あ、いい、いい、あ、いいですね、パプリカも結構炒まって、うん、いい色になってきましたね、あ、やっときた、やっときた、いい色になってきました、うん、本当に、はい、これ最後にね、盛り付けるっていうね、道具に恵まれないんちょっと焦げてますか、こうな、あ、反ってます、僕のまっすぐなんですけどね、うん、なんか敵がいるんだ、多分ね、スタッフに多分ちょっと、うん、あいつだと俺にやらかしてやろうっていう、うん、ハプニング狙ったろみたいなね、あるかもしれないですね。実はね、さっきの、ね、もんじゃ焼きの時もホットプレートひっくり返しそうになったんですよ。危なかったですね。危なかったですね。あれはもう超大事故になる時だったんですが、よかったです本当に。あれも私一人でもんじゃ食べることになった。そうですよね。
僕はずっと一人ですお酒だけ飲んでベビースター食べながら、はい、おいしい、はい、とんだ放送事故になる、はい、あじゃあですねこれぐらい炒まったら炒めた方どうですかね、はい、まあまあいけそうな感じですねっていう、うんはい、そうしましたら、どうしようかな、この煮込んでる方をちょっと見せましょうか、うんうんはい、うわはいこの感じですね。いやいいわ。美味しそう。これでね、ちょっとね、あの味見をなんかスプーンかなんかあるかな。あんまいいよこれで。ちょっと味見をしてみます。結構ね浅い煮込みでも美味しいんでこのスープカレー。うんうんうん。わかりました。でこれで。ちょっと胡椒で調味します、はい、ああいけそうですね、はい、お野菜はじゃ あのフライパンに置いたままで大丈夫です、はい、うん、あいい感じになってきた、はい、オッケーオッケー大丈夫そうですか、うん、そしたら、カレーの方をはい、はい、カレーにチェンジ、はい、カレーにチェンジをお願いします。はい、でこの間もちょっと煮込んどくと、うん、よし、料理しながらお酒飲んでいないリュウジさん、うん、新鮮というコメントも届いてますけど、そうですね、ね、何を言い出すか分からないですからね生放送だとね噂によるとテレビだと飲まずにやってるっていう、そうなんですよあんまり飲んでないですね、はい、そんな姿この後見られるということで、うんはい、楽しみにしていただければ。そうですね、ちょっととても味見したいわよ、はい、気が利かないわねあんな今の声いいいい声でしたね。いただきましてありがとうございます。三重男がお互い褒め合う生放送でございます。本当にマジリスペクト。ありがとうございます、ねはい、よいしょ。でここで多分ねそこまで、濃い味ではないと思うんですよ、うんうんはい、ちょっとね味見していただいて、ここからはねあの自分で塩味を決めていくっていう。なるほどなるほど、はい、思考なんで。うまっ多分ね鶏の味も出てるんですよ、はい、でここで、今回はですね、まあ、ちょっと火弱めようか、はい、食感残ってんのはやっぱいいんだ。そうなんです、そうなんです。でここで、このハーブソルト、うん、市販のものでいいんですけども、はい、これで、ちょっと香りをつけています。どれぐらいかな、2つまみぐらい、うん、でこれで洋風の香りを足していきます、うんはい、なければねバジルとかオレガノとか、はい、そういったものでも大丈夫です、はい、陽平さんに本当にうまいものを食べさせたいがあまりちょっと難易度の高いものをやってしまったんですけども、全然作れてるっていうね、はい、いやでも工程自体は多分これ、はい、この動画見ながら一緒にやってくれたら全然苦手な人でもできちゃうと思う、はい、本当ですか。あ、よかったよかった。そうですね、ありがとうございます。いつもねレンジでチンで終わりとかねよくあるいやあの油そばとかはめちゃくちゃ美味しいし、ありがとうございます、ありがとうございます。いいんですけどね、めちゃめちゃうめえなこれ。うまいな、うん、あと最後にカレー粉、うん、大さじ1半がどっかにあるかな。これもしかして3入ってた、うん、あそう、うん、1半に入ってない。あ、もう1回カレー粉入れます、うん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 、ここでもう一回カレー粉入れる。そうなんです。これね、カレー粉を2回に分けるんですよ。これなんでかっていうと、最初はあのスープに炒めたカレー粉の香り、を入れて、であとはちょっとフレッシュなカレーの香りを入れるので、2段階に分けます今回。へえ、はい、カレー粉って全然使わないから分かんないんですけど、はい、全然違うものなんですか。炒めたのとやっぱ最後に加えるのが全然違うんですね。これ今煮込んじゃってるんで、カレーの香りちょっと飛んでるんですよ、うん、はいはいはい、はい、だからまだ、もう洋風スープなんですけども、これでカレー粉を最後に加えることによってガンとスープカレーになります。ガンと、はい、ありがとうございます。なのでじゃこれ最後の仕上げになります、はい、じゃあもう一個ね、はい、陽平さんと一緒に入れようね。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、いいですね、はい。じゃあここに、最後の仕上げにカレー粉。はい、2回目のカレー粉。2回目のカレー粉です。はい。もうこのグツグツいう音だけでさ、はい、もうさ、めち
ちゃいい声だよね。今の声はもう本当ファンサですよ。今のいちいちいい声ですもんね。本当にちょっとバカにしてる。いやいや、そんなことないでしょ。もうコメントでもさっきからもういい声みたいなのもずっと流れてくるんですよ。本当に最高の時間だこれ。はい、でちょっと混ぜ合わせて、はい、で最後に、少し味見をして塩加減が、ちょっとあのご飯と一緒に食べるんでちょっとしょっぱいかなぐらいで大丈夫。胡椒入れていいですか。あ、胡椒も入れてください。はい、置いてちゃったそれ、ごめん。どうしてここ。そうです、僕はもうちょっと塩を入れて、はい、これで完璧ですね。はい、あとはちょっとご飯に合うかなぐらいのちょっと塩分強いなっていう。なんか2人ともさっきからめちゃめちゃ味見してません？いや、気のせいですか？分かんないから。大事なんですかね。大事味見が大切なの。味見が一番は話ですね。うまっ、いや、うわうまい、いただきました。こ、いや、マジか、うん、大丈夫ですか。はい、ということで、はい、じゃあもう飲んでみてうまいってなったら完成です。完成です。間に合った。よかった。っていうか結構早かったっすね。意外と結構早かった。お二人とも手際がいいからですかね、うん、きっと。涼平さんすごい、もう全然僕見てなかったのに全部やってくれて、そんなにありがとうございます。見てて欲しかったです、はい、じゃあこれを、お皿に持っていきましょうか。はい、煮詰め具合は好みでっていうことですね。煮詰め具合は好みですね、はい、僕のがちょっとあの煮詰まってるかなっていう感じですかね。確かにそうです、はい、でもこの辺りはもう本当に、好みになります。はい、うんうん、うわー美味しそう。とろみ的にはねちょっとサラッとした、かなりサラッとした感じになってます。じゃあ、盛り付けていきましょうか。ちょっと 僕のがねちょっとここが、はい、いやもう涼平さんのいつもいい声とか感謝ですね、ありがとうございます、ごちそうさまですと来てますね。ありがとうございます。涼平さん普段からいい声だからみんなに甘やかされて生きております。ありがとうございます。そしたら、ここにですね、カレーを盛りましょう。これね、実は出来上がりね 3,4 人もあるので、なので、4分の1をこう、鶏肉、あと手羽元だからお肉4等分だったんですよ。あー、そういうことか。そうなんです、を持ってあげて、で、カレーは好きなだけ保存できますからね、ある程度ね。はい、なるほどなるほど。こんな感じで持ってあげて、であとさっき炒めといたこのお野菜たちを、これも同じ感じにしよう。これね、この短時間の煮込みですけども、鶏肉とかスプーンで切れるぐらいに、なってると思います。まあ、なんか食材とかは準備してたとはいえ、分量とかは、でも調理工程自体はそんなにですよね。 ありがとうございます。もうハードルをね下げてもらってありがとうございます。いつもねお箸とかやってるんでね。で、まあこんなで、まあね、あ、綺麗。煮付けのセンスが。いやいやいや。あ、やっぱ上手だわね。いや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 。まずインスタに上げるときとかやっぱね考えちゃうんですよね。あ、わかりますよ。すげえ美味しいんだけど美味しそうに見えないからやめようみたいな。この箸マジで。陰謀ですか。陰謀ですか。はい、そしたら最後にパセリ、パラパラっとかけていただくと、あら綺麗ですねこれ。いいんじゃない。こちらでございます。はい、うん、はい、こちらで至高のスープカレーの完成になります。できました。できました。完成です。
ですね、この配信中にチャンネル登録者数が1万人以上増えたら Amazon ギフト券のプレゼントが100名から500名に増えます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。画面下のボタンを押してください。ぜひお願いします。はい、というわけでコメントを紹介していこうと思います。良平さんのお料理は盛り付け方も素敵でさらに美味しそうに見えるというコメント来てますね。ぞっしりバッチリでございます。良平さんの料理は本当にすごい、はい、動きが可愛いプラスやっぱりいいお声というコメントも届いてます。あ、それからこの後召し上がるんですが、良平さんとびきりイケボで乾杯してください。カメラ目線希望というお願いします。とびきりイケボでやろう。ぜひファンの皆さんのお声に。敵だなカメラ目線希望っていうこともあるので、はい、ぜひカメラ目線でお願いしたいところですね、はい、乾杯したいな。でも乾杯したいな乾杯もうそろそろ乾杯したいな。そろそろいいものが、おお、いいセットが出てきましたよ。これはハイボールが美味しいやつよ、それ、はい、やっぱねこれがないとね。そうですね、本当ペットボトルの中で作ってた時はマジで笑いましたもんねハイボールペットボトルの中で作るんですよ、はい、この人 この中にこうです、あの洗い物が少ないっていう、はい、ちょっと病気かなそうですね、あのもうあの行き着くとこまで行き着くとあの飲み方になっちゃうんですね、はい、本当にあれはドットコメントが増えましたあれじゃあ今日はじゃあ何で乾杯しましょうか。まあ、僕は、うん、あ、椅子を、なるほど、椅子ですね、はい、よいしょ、いいですね、いいですね、はい、じゃあ良平さん何がな、どんな気分ですか。あのこれ、あ、これ、これハイボールを、ハイボールを、大丈夫ですか。あ、いいんですか。じゃあそこに、あ、ここにあるのか。そこにあります、はい、そこにあるので、これ何作ってくれるのかと思いきや、うん、そうそうそう、レモン汁、あ、レモン汁、レモンやらない、はい、よいしょ。じゃあこれはいいじゃないの、セルフで、はい、はい、大丈夫ですか大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか。資格がまだ資格が残ってる、そうなんです、はい、後で決着をつけたいと思います。そんな怒りますこれ、そんなに、そんなにくっついてんのよ、くっついてる、ね、くっついてないでしょそっちほらほら入れ物が違うもんそっちくっつかないやつでしょこれはね、これちょっと大丈夫、リハしてあんな今のまで、いや美味しい、何か陰謀があるのかもしれませんね、はい、びっくりした時の声もイケボすごいよねこれ ね、 ねすごいすごい、味方なのか敵なのかよ味方です僕は。いやそう、いつもね、同八だとね、あんま飲まないんですけどね、今日はね、飲んでいいっていうことなんで、はい、ありがとうございます。あ、そうなんだ。そうなんです、同八だとね、一応ほら、テレビだ、テレビ的なあれだ、なんで、うん、お酒を見るとやっとリュウジさんの時間だと感じますがすいません、お待たせしました皆さんその人もなんかちょっと病だ、ね、そういう病だ、皆さん本当にね、あの前座はね終わったので ねこっからが本番だぞ、こっからが本番なので皆さん大変お待たせしました最近は飲まないとね、なんで飲まないんですかってもうクレームが入るからね、はい、あらあらあら、いいですね、ちょっとレモン汁を垂らしました。このね、シュワッというのがいいですね、命の鼓動ですね、これね命の鼓動ですか、命の鼓動、まあ、ウイスキーはね、命の水っていうね、そうです、命の確か語源がそうなんです、ありますよね、さすがですね、初めて聞きました、私はちょっと存じ上げなかったですが、2人ともよろしいですか、はい、あ、いいんですか、はい、シラフで大丈夫ですか、はい、私は大丈夫です、はい、あのぜひあの視聴者の方のコメントにありましたが、はい、イケボでカメラ目線で、じゃあせっかくだから一緒にお二人で出ましょう、はい、一緒に、じゃあ皆さんすいません、僕らばっかりこんな美味しいものいただいちゃって、はい、今日はありがとうございます、せーの、乾杯、いいですね、いただきます、きっと一緒に乾杯してる方多いと思いますよはあ、このやっぱこうちょっとね汗をね少し流すんですよね、スープカレーやっぱ煮込んでるんで、はいはい、その後のこのキンキンの
炭酸ってのがまたね、はい、シュワってね喉にくるぞね。いやもうねこれ料理に関しては僕がどんなに自分好みにやろうが何しようがリュウジ君の方が絶対美味しいんですよ。ただハイボールとかこういうものに関してはやっぱ自分のあるじゃないですか。ありますね。この割り方がいいとか、そう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 、この薄さがいいとか、ここにやっぱり行きたいですよね、うん、お二人ともあのメインはメインは彼なので、はい、あそうですね、カレーが、そうなんです、はい、カレーが残ってたんでね、食べれちゃう。なんとおつまみまでついてくるんですよね。いい店だな。今日はいい店ですよ。いただきます。はい、はいはいはい、ということでじゃあいただきましょうかね。食べましょうか。うん、はい、いただきます。いただきます。まあこれはなんかご飯をちょっとよそってもらってね。あとカレー粉か。これはね大好きですね、これね、はい、お酒が進んでしまうスープカレーなの。スープカレー自分でも食べないからちょっといわゆる普通のってのを知らないですけど、でこれ野菜を煮込まないってのもまた新鮮でした。そうですね、あんまりね、うん、あの火入れないんですよ。何十時間も煮込む、スープカレーもあるんですけども、うん、今回は、あまり煮込まずにこの野菜のフレッシュ感をちょっと生かしたって感じです。なんか本当にちゃんとスパイスで作ろうと思うと、てかその俺がやってるようなレトルトにスパイスみたいなのでさえ、はい、やっぱスパイスって焦げる、うん、あいつらすぐそういうなんか手間がなんかあんまないのがまたいいなと思って、はい、今回は、まあ、あの一応簡素化はしてますね、うん、簡素化してるんですけども、うん、一応スパイスから作るっていう、うん、はい、スパイス、まあ、カレー粉から作るってことですね、うんうんうん、はい、うん、あこのルーはよくできた。うん、メインがハイボールになってるなんていうコメントもありましたが、いやいやいや、そんなことないですよ。そうですね、カレーがメインで、はい、カレーがメインですからね。はい、美味しく飲むためのものを日々作ってるわけですよ、はい、僕らは。そうですね、うん、じゃあメインハイボールだな。お肉うまっ。なんか、うん、やっぱり俺も自分で料理するチャンネルとかやってる時に、私は料理しないからそういうの分かんないけど見ててとかっていう人多いんだけど、うん、やっぱ俺も本当にずっと実家にいた頃から実家出てからも料理せずに生きてきて、割といい年に大人になってから料理するようになったのが、でもなんかだからこそ簡単なものでも何でも自分で作った時に本当にこう魔法みたいな気分になったわけさ。すんごい不思議。僕のチャンネルで今の流したい。流したいですよ。だってこうね、知ってるよ、ピーマンこういう形だ、魚はこういう風になって、鶏肉はこういう風になって知ってるけども、うん、それをこうやって自分で調理過程を踏んだ時にカレーになるっていうのがすごい不思議で、あ、本当に俺がこうやっちゃってもこうなるんだっていうのが、はい、それが楽しくて、もうめちゃめちゃ涼平さん今いいことを言ってる。分かる、料理やるやつは分かりますよね。そうなんです、僕もそういうのをみんなにこう体験してもらいたいんで、うん、こういう、まあ、YouTube だったりとか、うん、こういう、まあ、動画に出させてもらって、自分で作ったものってすごく美味しいものできるんだよ、楽しいんだよっていうのをやるために、まあハイボール飲みながらやってます、うん、はい、そのためにはね、そのためにハイボール一つもない、はい、やっぱりね、うん、お酒と合わせる料理っていうのはね、やっぱり大事ですね。だからね、もう簡単、もうめちゃくちゃ簡単な、それこそね混ぜてレンチンでいいからやってほしい、はい、やってその感動を知ってほしい、うん、そうですね、うん、はい、もうこれを見た、良平さんファンの方々は、料理やってください。ぜひぜひ一緒に料理やりましょう、ね、はい、一緒にやれますからね。 YouTube とか見てたら、それこそね、うん、動画とか見てたら一緒に作れるっていうのも本当にいいっすよね。ありがとうございます、ね、そうですね、うん、自分で作ると自分の好みにできるから最高と気づいてから料理楽しくなりましたなんてコメントもありますね。コメントありがとうございます。嫌いな食材なんて無理に食べなくていい。それから、自分で作れば失敗もいいスパイスになる、料理って楽しいっていうコメントも来てます。その通りですね、うん、ありがとうございます、本当に、うん、飲んじゃう。なんかこう、はい、やっぱりいっぱいあるじゃないですか、めちゃくちゃ前に。すごいのよこの人、はい、初めて飲んだ時とかにこういう話をしてたら、自分の今のその
貯蓄というか、うん、見せてくれんの。こういうのこんだけあるんですけどつってこれとかこれとか いいのこれ俺見てっていうの見せてくれるんだけど、いくらでも見せますよね。いやもう良平さんがなんか龍二君こういうのないってもう LINE で送ってきてくれたら、うん、もう未公開全部出します。良平さん今夜はこれでいきましょうみたいな。すげえ切符の良さだな。全然やりますよ。でもそれだけ作ってると違うなってこともやっぱあるんですか、はい、それともある程度も見当つけて作るからまず失敗はないの、はい、どうなの俺ですか、うん、俺はそうですね、失敗はね結構ありますね。この間も、スフレチーズケーキを作って、うん、炊飯器で作ったんですけども出したらもうボロッボロになってて、なんかもうなんかあの破れたスポンジみたいになってて、うんうん、で その時にあやっぱ失敗するよなみたいなのはありますよね、うんうん、やっぱお菓子は難しい、やっぱり。ああ、うん、そうか。お菓子あんまりやらないんですよ、うん、酒飲みなんで、はい、でたまにやるとやっぱちょっと失敗する時ありますよね。うんスパゲッティとかあのそうシンプルなものとかはあんまり失敗しないんですけども、やっぱりね、中にはありますね、失敗っていうのが、まあ、確かにこういうもんだったらね、うん、とりあえずこれこうやって混ぜるときはまずくはならないみたいな、あるじゃないですか、うん、そうですね、はい、まあ、僕はもうかなり、価値格の、あの料理をあのよく作るのでこれ合わせたらうまいだろうみたいな、うんはいうん、多いと思いますね、うん、実はリュウジさんって夢は声優さんだったっていう情報が入ってきてるんですが恥ずかしいからちょっと待って恥ずかしい、まあ、それはもう良平さんにも言ったんですけど、はい、あ本当に良平さんにもねラジオの時に言ったんですけどね本当になりたかったんです ね、 本当にね声を使う仕事にだから声優さん、まあ、歌手か声優さんになりたかったんですよ、ね、それを、ね、やってる方がねもう目の前にいるというかねもう本当にもうね高揚感がすごい いつやりますでしょうか。いや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 本当にもう、やりたいやりたいですよねそれはね。うん、3人でなんかドラマ1本ミニドラマ、それもやりたいですよ。絵描いてもらって、あいいですね、うん、これ本当にもうそんなもうそしたらもう料理研究家やっててよかったなっていう、ね、そこで感じるんか。いやでも本当になんかこういろんなところの垣根がこうあんまなくなってきてるからチャレンジできるっていうのはいいですよね。あそうですね、いやそれはもうチャレンジはしたいですけどね。だって俺がこうやって ね一緒に料理作ったりとかできるんだから、はい、ゆうじ君が芝居したっていいわけですよ。いや大丈夫かな本当に俺迷惑かけないかな、うん、緊張しちゃうかもしれないですね、うん、いやでもねやってみたいなっていうふうには思いますね。ただ問題はその緊張をほぐすための酒を飲むとろれつが回らなくなるから飲めない。そう、それはそうですね、やっぱりあの酒焼けしちゃいますからね。良平さんでも結構飲まれてるじゃないですか、うんうん、あの結構毎日のように飲みます。毎日飲みますね。本当ですか。今日も絶賛二日酔いです。そうそうそう今日メールしたらなんかあのの飲みすぎたみたいなこと言ってたからあもう昨日も飲んでたみたいな。でも飲みすぎた翌日とかも声ってあれですか、変わんない方ですか。これは平気ですね。でもこれは本当に体質。あ、そうなんすね。もうちょっと飲んでダメっていう人は、だから翌日仕事だと飲めないっていう。あ、そうなんすね。人もいるし。良平さん変わんないっすよね。昨日二日酔いだった人の声じゃないっすよ ね全然。なんならちょっと開いてんじゃねえかな。逆に逆にね。あ、うん、それすごいよな。もうほんとねこればっかりは自分のこいつとの付き合い方を覚えていくしかないんで。そうなんですね。こういう音出しちゃうと弱りやすいとか、あと事前にこういうことやっとくと開きやすいとか、みんな違うんですやっぱり。それじゃあ飲んだ後もなんか別にこうケアみたいななんか飲んだりとかなんかこう保湿するとかっていうのはなんか、うん、そうですね、うん、ケアね、うん、あでも寝るときはマスクします。あーなるほど、うん、それはやっとかないと朝辛いんで。でも飲む量すごいですもんね。だってねリュウジ君に言われるとちょっとあれ、まあ、いや本当に視聴者さんはね気づいてるんですけどもう飲み終わってらっしゃるんですよね。あすいません、グラスが空いてますよ。飲むスピードが速すぎて面白いってきてます、ね、はい、あ、すみません本当に嬉しくなると飲んじゃうっていう、はい、もう良平さんとこう料理ができたっていうのはねめちゃめちゃもうやりたいやりたいって言ってたんで。そうなんですね、うん、こういうのやりたいですねって言ってたんですけど。じゃ念願かなってという感じで。念願かなって、はい、もうほぼほぼ夢がかなったみたいな感じですよね。いやちょっとずつなんかやりたいことやれていくって本当に幸せな世の中だと思う。そうですね、
はい、こんな念願の企画なんですけども、はい、1ヶ月間限定で木村さん出演会の生配信がドーハジで見られます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あと僕あのゲーム実況チャンネルもやってるんでよかったらもうぜひぜひ皆さん来てください。チャンネルお願いします。お願いします。控えめに。あっちも飲んでるけど結局飲んでんだよな。逆に、リュウジ君は、うん、その料理以外の何かこういう媒体とかでやらないんですか。料理以外の媒体、うんうん、ああ、なんですかね、僕ね。だってほら、うん、結局今だったら、もともとは美味しい料理とか簡単な料理を作れるから、出て出してそれを見てくれてる人が、はい、今は中には、リュウジ君がこういうことやってんだったら見たいって言ってくれる人も中にはいらっしゃるわけじゃないですか。ああ、いるかもしれないですね。そう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 、そしたらなんか、まあこういうの やりたいってなった時にまだ何もやってないですね。料理絡まない料理以外のこと、はい、うん、まあ、一回酒飲みながらトークだけするっていうのはあのやりましたけど、その時は、覚えてないんですよね、はい、うん、でもめちゃめちゃ喋ってたみたいです。あ、本当ですか、はい、飲むと喋っちゃう。初めて会った時のこと覚えてます、うん、覚えてますよ、うん、覚えて、うん、この人本当に料理好きな人なんだなと思ってそれはすごいリスペクトありましたね。はい、こうやってこうやって座敷から出てきた。ちょっとやめてください、ヨネさん、ヨネさん、ヨネさん、やめてください。本当すいませんでした。本当に失礼なやつだったと思うんですけど、本当すいません。でもあの話していくうちに、まあ、料理の話をもうあの付き合ってくれて、もうめちゃめちゃ それ絶対美味しいよねとか、あ、そういう作り方するんだってもう言ってくれたのも本当嬉しくて、なんかそこからもう本当にあのもうリスペクトが止まんないですよね。いやなんかお互いちょっとぐらいその媒体を通して知ってても分かんないじゃん、話してみないと実際のところどうなのか。そうですね、はい、だから両平さんも一日中飲めますね。飲めな、話せます。一日中飲む企画やるか、やりましょうやりましょう、はい、コラボしましょう、うん、はい、残り時間もわずかになってしまいましたが、はい、木村さん、バズ飯教室いかがでしたか。美味しいです。ありがとうございます。美味しいです。いただきました。なんかもう本当にこれだけうまいものをなんていうのかな、自分でも作れる、これ以上ないじゃないですか。もうこれぐらいの量だよっていうのは数字でも見せて、見た目でも見せて、焼き加減も煮込み加減もこれぐらいだよっていうのも全部見れるっていう、こういう機会をやっぱりぜひ有効活用してほしいですね。ありがとうございます。で、美味しいってなってほしい、同じように俺たちと。それが本当に同じやっぱ物を作る人間として、やっぱり作ったものを提供する側の人間なんですけど普段は。でも料理研究家の方とかって同じもの作れる、自分で。それが本当にすごいことだと思うんで、ぜひ楽しんでほしいなと思います。録音した録音しておけなかった。あ、大丈夫です、これアーカイブになる。あ、よかったよかったよかった。見ていただければ。そうそう、アーカイブになってますから皆さんね、はい、皆さん 、はい、何回も繰り返し見れますからね。はい、リュウジさんも念願とおっしゃってましたが、木村さんとの共演いかがでしたか。はい、楽しかったですね。でもう横からもういい声がずっとこう聞こえるっていうのがもう本当にね、めちゃめちゃ良かった、ですね。で僕があの作ってあの、まあ、良平さんね見てね作ってくれてるってすごいあのおっしゃって、もらってるんですけども、やっぱりそのもう生で感想聞けてるっていうのがもうめちゃめちゃ僕にとってはもうこんなにね、あの推しが推しが僕の料理をっていうのが本当にありがとうございますっていう、はい、感じです。まあ、来ていただいてね、あの良平さんも本当にありがたいなっていうふうに思ってますので、またねちょくちょくねこういうのを、ね、やっていきたいですね、本当にね。そうですね、なかなかこう気軽にプライベート誘いづらい時期ですからね。そうですね、ちょっとこう機会作りましょうかね、うん、やりましょう、自分たちで、うん、やりましょう、本当にこういうの、うん、はい、ね、はい、あとドラマもやるんで練習しといてください、はい、お二人頑張ります、はい、頑張ります。私もいいんですか。そうそう、やってください。頑張ります頑張りましょう、はい、何役かなちょっと、うん、どんな役。さっき酒飲み役はどうですかって来てましたよ。それなんかいや、ろれつ回ってなくても大丈夫だよねみたいな、うん、甘やかすんじゃないよ大人だよこの男もちゃんとやりますよそこは、はい、それは役なのかってところもありますけどね、はい、本当だよ、うん、はい、正午から始まったドーハジ祭りもいよいよ次でラストになります、はい、最後は森川アナと可愛い猫ちゃんが登場するゆるい人気企画になります、はい、ぜひ引き続きご覧ください、はい、本日はリュウジさん、木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、はい、というわけで、はい、はい、
それでは皆さんさようなら。さようなら。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。